ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ゴッドファーザーパート2。監督は、フランシス・フォード・コッポラ。1974年の作品です。コルレオーネファミリーの若きドンとして君臨するマイケル。妻との軋轢や兄弟との葛藤を抱えながら、マフィアを率いる困難を、父、ビトーの若き日々とオーバーラップさせます。出演はアル・パチーノ、ロバート・デ・ニーロ、ロバート・デュバル、ダイアン・キートンほか、大ヒットした前作とともに、本作もアカデミー作品賞を受賞。さらには監督賞や助演男優賞を含め、前作より多い6部門を獲得。映画史に残る珠玉の名作です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。